で今日もお話を進めていきたいと思います。で今回の、お話のポイントはですね、デルタ株の対応方法ということなんですけれども、まあ、ちょっとうちのクリニックの現状を軽くお話しさせていただきますとですね、まあ、今あの大混乱の状況になっております。で一つはあのプライベートでお困りになっている方の、情報がですね、メッセンジャーと LINE とメールとあの多方向から飛んでまいりまして、だいたい今は1日10人以上の方が、自宅療養していたんだけれども体調が落ちて、呼吸が苦しく、なんか脈が落ちてきているというような表現をされて、でなんとか病院に入院できないかという相談が最も多いです。で残念ながら今あの私が所属しております東海大学の東京病院コロナ専門の病院ですけれども、3日前で完全に満床になりまして受け入れ不可能です。で通常の病院のコロナ病棟に関してもほぼ満床になっております。まあ、保健所はですね、もっと混乱しておりまして、陽性者の我々からの申請に対して3日間ぐらい放置するとかですね、あるいは患者さんが非常に苦しいということで何回も電話をしているのに、全く病院をまあ、手配をしたりとかいうことも、しないとできないというところから、まあ、しょうがないんでということで救急車を呼びます。で通常救急車の方も状態を聞いて拒否をしてくるんですが、まあ、たまにあの運よくと悪く、救急車が来まして乗ります。で搬送先を救急車の方から一生懸命探すんですけれどもないんですよね、というところで自宅にまた戻されてという方が昨日一人今日も一人出ております。まあ、完全に新型コロナに関しては、まあ、あの医療崩壊と、まあ、昔から懸念されていた医療崩壊という形がすで、に始まっているんですね。で特にですね、多いのがあのワクチンを、いろんな情報を出して否定されていた方たちがですね、まあ、ものすごいあのメンタル的にもこれ感染症かかりますと当然落ちるのはしょうがないんですが、ご自身が感染されて、でどんどん症状がひどくなり、あのホテルの方に移動された。であのお子さんに感染をしてさせてしまったというところ、自責の念で、まあ、早くワクチンを打っておけばよかったというふうに表現される方が多いんですね。まあ、実はうちのクリニック、自然療法のクリニックなんですが、ワクチンに関しては否定的なあの意見を持って、私自身もインフルエンザワクチンに関しても1回も打ったことがないです。ということでワクチン、まあ、反対派というかワクチンに関しては疑問視をずっとしておったんですが、こと今回の新型コロナワクチンに関してはこれはですね、もう打たないとまずいです。でなぜならばこのデルタ株、まあ、これ一人の感染者が何人に対して感染をさせてしまうかっていう、その、まあ、あの有効値みたいなのがあるんですけれどもね、武漢株に関してはだいたい1.3 から 1.5 倍の有効再生産率っていうんですけれども、という数字だったんですが、今回のデルタ株に関しては8倍を超えています。で、あと感染している方の CT 値って言いまして、PCR 検査を回すときにですね、その検体の中のもしウイルスがいれば、それを増幅させるんですね。1回増幅させて CT 値1です。で、2回増幅させると CT 値2なんですけども、相乗的に中にいるウイルスの数が増えていって、で人に対して相当感染能力のある方は、ひどい方は1桁で CT 値1桁で感染陽性というふうに出るんですね。でウイルス量の少ない方は30回40回回したあたりで陽性というふうに出ます。ですから35を超えている方の CT 値が35を超えている方の症状とほとんど出てないんですよ。で日本はかなりシビアに、基準値を設けていますので、 CT 値40以下は全員陽性という取り決めになっているんですね。で過去あの武漢株からアルファ株、イギリス株においての平均値と今回のデルタ株での平均値が10ポイントぐらい差がついています。まあ、要するに感染を起こしますとあっという間に体の中ですごい勢いで増幅するんですね。それから陽性率が今 20% に跳ね上がっているんです。まあ、あの 5% ぐらいから 20% に急激に跳ね上がりました。で新型コロナの感染をしてしまって無症状でっていう方が結構今まで多かったんですけども、でこのデルタ株に関してはですね、まあ、
ちょっとなんか具合悪いんだけども、PCR 検査を受けずに置こうとかいうレベルで住んでた方たちが多かったんですね。ところがデルタ株に関しては、ちょっと具合は悪いなというところから、あるいは PCR 検査で濃厚接触者で症状全くないんだけど、検査を受けてくださいということで受けました。で、その時点で CT 値が20とかいう方結構いるんですけどね、その時点では症状ないんですが、その3時間後ぐらいからもうぐんぐんと体温が上がってしまって38度オーバーというような方が圧倒的に多いです。ということで、まあ、デルタ株に関しては今までの株とはだいぶ違うということで、こう今数値が8超えているというのはですね、まあ、ありとあらゆる病原体の中で最も、この再送線算率が高いのがはしかなんですね。その次は水疱瘡なんですが、まあ、それでも数字が16とかなんです。ですから、最も感染しやすい病原体の半分ぐらいの感染能力があるということで、まあ、マスクをしていても感染する可能性ありというふうにも言われているゆえんが、数字で出てきてしまいました。それから、日本人は今まで新型コロナには感染しにくいという実績があるんですけど、これ一つ遺伝子の中のスニップにですね、秘密があるんじゃないかというふうに言われていて、まあ、それが論文からしてもだいぶ正しい感じなんですね。結論から言うと、今までの株に関しては日本人は割と感染しにくかったと言い切ってもいいような論文が出てきております。ところがですね、今回のデルタ株に関しては HLA という白血球の遺伝子の中の日本人がよく持っている遺伝子の方はこのデルタ株がですね、感染しやすいということが分かってしまったんですね。ですから今まで日本人は感染率も低いし重症化率も死亡率も低いということで割とのんきに構えられていたんですが、今回のデルタ株からいよいよ本格的にまずいという状況が始まっているというのがどうも真実のようなんですね。ちょっと話の矛先変えますけれども、まあ、我々宮古島とご縁をいただきまして、宮古島の一つの、土地とそれから医療施設をですね、入り込みをさせていただきました。で、1ヶ月前にそれが成就いたしまして、でですね、今宮古島ってすごいのが日本一ではなく世界一人口密度が感染者の人口密度が高いんですよ。ところが PCR センターが宮古島にいなくてですね、入る入るって言われながらオリジナルの PCR センターがないもんですから、検体を採取して本島の方まで送ってというやり取りをしてたんですね。ということで、まあ、我々まず宮古島にご縁をいただいたお礼にということで PCR センターを作ってですね、で、今日お話しさせていただきます EBP 証拠のある論文から紐解いた自然療法、まあ、誰でもできる新型コロナの感染予防、あと重症化の阻止という方法論があるものですから、そこら辺を島民の方たちに皆さんに情報として流していく、まあ、それから PCR 検査をセンターを作って精度の高い PCR 検査をやっていく、それから抗原検査に関しては全島民にもう無料でばらまいて、外出するときには本当に気軽に人に感染させるような危ない方をブロックアウトするという意味での抗原検査をばらまく、でさらにはワクチンを打っていただいた方に実際にもう感染はしないんだということを証明するための精密抗体検査というのを我々始めているんですけれども、それも全島民オープンでもう限界レベルでやりますという提案をさせていただきました。で、これは宮古島の医師陣とですねタッグを組んでいかないとできないものですから、最も政治家を通じて頭の柔らかい医師とコミュニケーションを始めたんですね。ところがですね、おととい出てきた答えがですね、 PCR センターは作らないでくれと、いう結論でして、なぜですかと聞いたところ、これ以上陽性者を出したくないんだという結論だったんですね。他の株だったら、それもありかなというところだったんですが、ことデルタ株に関してはそれも通用しないです。なんかちょっと具合悪いなというところから、一気に感染している方は症状が出て、具合が悪くなる。で、かつもう宮古島ではですね、実際に病床、コロナ病棟はもう完全に、パンクしておりますので、これ以上見つけたくないという気持ちは分からないでもないんですけれども、感染者はですね、自動的に重症化していくリスクが非常に高いので、PCR 検査でちゃんと
感染している方をしっかりと隔離をするということをしない限りですね、どんどん増える一方、宮古島の方は半分ぐらい感染してもおかしくないぐらいの、まあ、残念ながらの対策をやってるんですね。山下先生がダメなら医師がですね立ち上がらないとダメじゃないですかというお話をしたんですが、まあ部外者は黙っててくれという感じで終わっちゃったんですね。ということで、まあ、ちょっと本当に宮古島まずいなというところなんですが、まあ、我々保険診療をやるつもりは全くないものですが、明言させていただいたところはもう全部やるつもりで、強引に1ヶ月以内に PCR センターも作ってですね、抗原検査も無料で配布して、というのをやっていく予定です。まあ、本島の医療機関と提携を結んでですね、もうやっていかざるを得ない状況なんですけれども、まあ、とにかく宮古島だけではなく日本島 全土がですね、非常に厳しい状態に入っているというのが事実です。それから、今週の論文を紐解いてのトピックなんですけれども、ちょうど今日もネットニュースにも載っていましたが、ファイザーのワクチンのですね、3回目を9月の20日にアメリカはもう許認可を出して一斉に打ち始めます。おそらく日本でも10月にはこれが許認可が出てくると思います。で、昨日今日で日本でのちょっと残念なニュースは、3回目のファイザーワクチンを接種している看護師さんと薬剤師さんが3回目を打っちゃったと。これは脱法行為で、取り締まらなければいけないみたいな、もうもっと大事なニュースがあるでしょうと、もう1ヶ月後ぐらいには許認可出そうな話をですね、まあ、あたかもとんでもない犯罪を起こしたかのように、工藤会の話と横並びにしてくるっていうありえないニュースが一つあったと。残念でならないんですね。まあ、それからあと、とにかく3回目 のワクチンがどうなのかと、いうことで、まあ、そこは始まります。で、ポイントはですね、ワクチンを1回打ったときに一体抗体ができます。で、抗体ができるとですね、その、後にですね、まあ、いろんな基準がありまして、記憶細胞っていうのは出来上がるんですよ。まあ、人間の体ってすごくて、一旦まずいやつが入ってきて、それに戦ってですね、抗体ができると、もう一回入ってきたときに、ちゃんと記憶細胞っていうのができて、まずいぞっていう指令を出せる細胞が出来上がります。まあ、ところが、一回打っただけでは、その抗体も記憶細胞もあんまりできないもんですから、特に抗体は一旦ちょっと上がって、どんとあっという間に落ちます。で、うちのその精密抗体検査で、実際に1回だけ打った方の、抗体力かというのを調べたんですけれども、まあ、大体デルタ株に関しては、数パーセントぐらいしか阻止する能力がある抗体ができないんですね。で、しかもちょっと増えて、あっという間に落ちます。ところがですね、一旦できた記憶細胞っていうのはそのまま残りますので、1ヶ月後に2回目の接種をしたときに、この記憶細胞のおかげで、抗体力化がドーンと跳ね上がるんですね。ということで、まあ、2回目打ちまして、90% 以上のデルタ株の、阻止率、感染阻止率が出た方に関しては、これはですね、記憶細胞の数もドーンと2回目で上がります。で、まあ、ニュースで出ていたのがですね、3ヶ月後にファイザーワクチン2回打った後に、3ヶ月後に調べてみたら、なんと抗体力化が4分の1に落ちていたので、これは3回、4回ずっと打ち続けないといけないという情報を、藤田医科大学の、その、まあ、これ、免疫の専門家じゃないと思うんですけどもね、医師陣が、まあ、情報を出したということで、これも、2つ目のニュース、このニュースも非常に愚かなニュースなんですね。まあ、なぜ愚かかと言いますと、基本的に2回目打ちますとですね、抗体力がどんと上がりますが、刺激がないとだん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 抗体力が落ちます。で、まあ、年配の方ほどこの抗体力がどんと落ちていっちゃって、まあ、4分の1以下とかになるんです。記憶さ、一旦できた記憶細胞は消えることがないんです。ですから、抗体力が下がったとしても、2回打って、一旦記憶細胞がたくさんできた方は、抗体力化が下がっても、次にウイルスが体に入ってきたときに、あっという間に多くの記憶細胞が抗体をポッと瞬時にして作って、自分自身の身を守ることができるんですね。結論ですけれども、2回打って抗体力化が 90% 以上、特に 99% 以上数値が出た方に関しては、
記憶細胞の数が非常に多いので、もう3回目を打つ必要がありません。まあ、そもそもワクチンというのは多くの記憶細胞を作る目的、ということなんですね。まあ、今回の新型コロナのメッセンジャー RNA ワクチンというのは、かつてないほど実は優秀なワクチンだということが分かってきました。まあ、我々も、このワクチンに関しては否定的な考え方をずっと持っていたんですが、メッセンジャー RNA ワクチンに関しては、2回打つことで多くの記憶細胞を多くの方たちに作ることができるということが分かったというのが、まあ、これ、新たな論文からの、分かったことなんですね。ですから、2回打ちます。で、抗体力学を測りまして、まあ、今話したのはデルタ株までの話ですけれども、ここから変異が繰り返された時のことはまだ全然分かってませんので、デルタ株に関して言うと、90% 以上の抗体力学、特に 99% 出る方が多いんですけれども、そういう方は3回目の、ワクチンを打つ必要はないということがポイントです。ただし、2回打っても抗体力学が 50% 以上以下の方ですね。まあ、私の両親は2回打ったんだけども、父親が 40% ぐらい、母親が 20% 台ということで、抗体力学がしっかり上がらなかったんですね。そういう場合には、やはり記憶細胞の数も少ないので、これは3回目のワクチンが必要になってくるという理屈が当てはまります。ということで、ワクチンを、打って、2回打って4分の1になったんで、3回目、4回目打たなければいけないという、今日の藤田医科大学からのニュースは、これは間違ってますので、まあ、残念なニュースの2つ目、ということでお話をさせていただきました。それからですね、まあ、ここから問題になるのが、ワクチンのじゃあ副反応がどうなんだということなんですけれども、副反応はあります。混ぜ物に対して過敏に反応するアレルギー、アナフィラキシーショックですね。これはついて回りますね。どんなワクチンでもついて回りますので、まあ、このデメリットと、ワクチンを受ける恩恵とのメリットとの、まあ、比較をしながらワクチンを接種を進めるかどうかが決まってくるんですが、まあ、この論文から分かったことはですね、特にモデルナのワクチンに関して本格的なアナフィラキシーショックを起こしている数というのは200万人に1人ということで非常に少ないです。ただアナフィラキシーショックの前駆症状としてのちょっとジンマシンが出るとか、あるいは胸の周りに湿疹が出るとか、軽く息苦しくなるとかいう症状を起こす割合というのはかなり多いんですね。で、こういう方たちが今までの論文のない世界ですと2回目は打てないということになっていて、これはファイザーもモデルナの方も2回目はアナフィラキシー近い症状が出た方は打たないでくださいということになったんですが、これ結構な数が抗ヒスタミン剤を飲んで、アナフィラキシーショックの最初の軽い症状が出た方にどうなるかっていうのをですね、やったんですね。まあ、とにかく相当の数ワクチンが打たれましたので、まあ、このワクチンに対しての正当な評価が出てきています。で、結論ですね、抗ヒスタミン剤の特にタリオンという薬を飲んで1時間後に接種をした方は、全症例でアナフィラキシーショック用の症状が出なかったんです。で、かつ抗体力学は十分取れたということで、まあ、ちょっと心配な方は、前に薬を飲めばある程度安心だと。まあ、もちろん絶対的に、安全ということはないんですけどもね、回避できるということが分かりました。で、それよりもとにかく怖いのは、10代の方、20代の方も新型コロナに感染すると重症化しにくい、ほぼ死なないということで大丈夫だというふうに言われてたんですが、論文上分かってきたことはですね、とっても多くの方が10代、20代の感染者がですね、後遺症で苦しんでいるということが分かってしまったんです。まあ、これはうちのクリニックでも感染して回復した方を多く見てますので、ものすごい打率で後遺症が残ります。で、世に知られているのが味覚症状と嗅覚がおかしくなるという症状だったんですけども、最も多いのは実は繊維筋痛症ですね。まあ、関節痛のひどいやつが、まあ、日替わりでいろんなところが痛くなる。それがですね、毎日かなり強い痛みが続くっていうのが一番。まあ、それから、同じ基準ですけれども、慢性疲労症候群、まあ、やたらにだるいと、まあ、やる気が出ないという症状が、まあ、感染から回復して1年経ってるんだけども、ずっと続いてますと。いう打率がですね、なんと、まあ、アメリカの論文で 30%、 イギリスの論文でも 20%、 まあ、私の経験上からも5人に1人ぐらいが、まあ、ずっとなんか具合悪いんだよねと
という方がいらっしゃるんですね。ポストコロナ症候群とか、今 PACS とかいろんな名前がついてきてますけども、これに対しての治療が全く確立されていません。一部中国ではコンピューターシミュレーションで漢方薬、一つの漢方薬がこの腺筋痛、ポストコロナの腺筋痛症とか、それから慢性疲労症候群とか、あと記憶障害とかですね、認知機能が上がったりとか、あと睡眠障害、突然不眠症になったりとか、あるいは過眠症になったりとか、といったあたりの症状をですね、訴える方の打率が高く、これに対しての漢方薬が出てますが、まあ、薬に関しては一つ、それから漢方薬に関しても一つ、あとサプリメントに関しても一つ、論文が出始めたぐらいで、まだこの後遺症に対しての治療が全く確立されてないと、しかも打率が高いということで、まあ、ここに対しての問題の方が圧倒的に大きいということなんですね。まあ、それから、進化生物学というのもありまして、このワクチンを中途半端に打っていると、まあ、薬でもそうなんですけれども、中途半端な量の薬を投与しますとですね、その病原体はある程度減るんですけれども、そこからあと逆にその病原体が力をつけてしまって、その症状自体が、感染症の症状自体がひどくなるということが分かっています。まあ、ワクチンもそうですね、1回打っただけでは、まあ、中途半端に、ワクチンがですね、選択的に圧力をかけるものですから、新型コロナウイルスがですね、逆に変異をしたりとか、既存のウイルスがパワーをつけてしまうということが分かっているんですね。ですから、もうやるんであれば徹底してやっつけるということで、ワクチンの2回接種というのは、絶対必須というふうに言われています。まあ、抗生物質も同じですね。なんとなく抗生物質はもう飲むのは嫌だということで、明らかな感染症で抗生物質を飲まないとダメだと言ったときに、医者からは5日間飲みなさいと言われたんだけども、1日だけ飲みましたと。というのが逆に感染症を悪化させるというのはよくあります。ということで、病原体に対して薬を持って対峙するにおいては、徹底してやらないと意味がない。中途半端にやると逆に変異を起こしたりとか、ウイルスが力をつけてしまうということが分かっているんですね。まさに今の日本の現状はですね、ワクチンを止めることはできません。私の友人にもですね、自然志向からワクチン大反対という方は結構な数います。うちのクリニックにも実はいましてですね、残念ながらこの情報を全く拾わずに、かたくなな思いのまんまワクチン反対と、私は何を言われても、打ちませんよと、それを強要するんであればクリニック辞めますという人間が一人登場しましたけれども、今一番大事なのはとにかく、冷静になって論文を情報を取り尽くして、今この世の中がどうなっているかというのを冷静に見るということだということを、その勤務医には昔風の私のスタイルはもう消しましたので、優しく丁寧に、お伝えをさせていただいている状況なんですけれどもね、下手に言うとパワハラとかモラハラっていうのがありますので、はい、ということで、やるんであればもう徹底してやらないとまずいという中、日本の今のだいたい2回終わった方の割合がですね、40% 弱っていうのが一番まずいんですよね。でこれ世界中が 70% を超えるとようやく収束に向かうというふうに言われていますけれども、今の日本の状態というのは逆に変異株を作りやすいし、ワクチンを打ってない方に対して非常にリスクが上がっているということも、これいろんな専門家から、そっち系統の専門家から言われているところです。もう今やこうなったからにはワクチンはですね、ちょっと反対してはいけない状況になっているというのを情報をくまなく拾った上で、冷静になっていただきたいなというふうに思います。イギリスとかイスラエルが若い方たちにも受け入れてもらえたというのは、これはおじいちゃんおばあちゃんのために若い方たちは打ってくださいというのは政府が広報したんですね。あなたたちの重症化率は低いかもしれないけれども、おじいちゃんおばあちゃんを救うためにも、なぜならばこういう科学的な根拠を持って、あなたたちが打たないとあなたのおじいちゃんおばあちゃんを潰すことになりますよというのをやったところ、これキリスト教社会ではうまくいったんですよね。ということで、一斉に、イギリスは今 80% 弱になってます。感染者の数は全く減っていませんが、逆に増えてますけれども、季節風邪扱いできる重症化率というのに持っていけているというのも、これは一つワクチンのおかげであるということは間違いないんですね。いやいや、だけど遺伝子に影響が出るだろうと、
子孫にマイナスを与えてまで我々の世代だけ助かりたいという思いは嫌だよという方は冷静になって分子生命科学をやらせましょう。これはもう大学レベルで教えられる微生物の RNA が角膜のところまで移動することはできないということ、角膜を貫通することはできない、うまく貫通できたとしても DNA に置き換わることはできない、DNA が横にいても DNA 同士が干渉することはないと、4つの基準からですね、遺伝子に影響を与えるということは今の分かっている科学の範疇においてありえないんですよ、4つの基準を持って、ということで、まあ、それもないというふうに理屈もなしに言うというのであれば、もうそれはもうしょうがないですよね。一生懸命歯磨きをするなというふうに、なんか歯科医師がもしこの自然思考で言うとすれば、歯磨きをしてはいけませんって言ってるのと変わらないかなというふうに私は思うんですけれども、まあ、今はもう本当に冷静になって、ワクチンはですね、一斉に打たないとまずい状況になっているということは間違いないというふうに思います。で、ワクチンを2回打ってですね、そして一旦しっかりとした抗体力化を、デルタ株に対しての抗体力化を持った上 でさらに、ぜひ、やっていただきたいのが、まあ、抗原検査ですね。基本的には抗原検査というのは、もうこのウイルスに感染しているかどうかをチェックする検査というのは抗原検査と、まあ、PCR ランプはありますけどちょっとここは置いといて、PCR 検査しかありません。で、抗原検査というのは非常に簡単です。自宅で自分でできます。で、大体10分から15分でできます。で、メリットはですね、まあ、とにかく簡単にできるということと、まあ、ここで陽性が出てもいきなり保健所に通知する必要がないので時間の余裕があるんですね。ですから自分の仕事の整理とか職場に対しての根回しといったあたりをする時間が取れるということです。で、抗原検査は精度がまちまちですので、ここはキットは間違えないということが非常に重要になります。まあ、厚生労働省が、まあ、この許認可というのはもう一切関係ないんですけれど、推奨している抗原検査がありますが、まあ、その中でも一番精度が高いと言われているのがアボット社の抗原検査です。それから、まあ、中国製でもですね、我々の高輪クリニックで扱っているシノバイオといったあたりはある程度の精度が担保されていますので、精度の高い抗原検査をしていただくということが大事ですね。まあ、尾身さんもですね、抗原検査必須というようなことを昨日今日あたり言ってましたが、大事なのは精度の高い抗原検査をしないと逆に社会悪ですよというのを言ってないところも論文全然読んでないのかなという残念な気がしております。抗原検査は陽性と出れば、精度の高い抗原検査をやって陽性と出れば絶対に陽性です。ですからその時には医療機関にちゃんと通知をして PCR 検査を受けていただいて、陽性というのを確認するというのが必要になります。で、大事なのはあと PCR 検査に関しては、3カ所で PCR 検査をやっています。で、1つはうちのような院内ラボですね、まあ、ここは監査が入りますので非常に精度が高いです。それから衛生検査所登録をしているところも、ここは監査が入りますので精度が高いので安心です。で、大概、2980円とか3000円とか、2000円なんかありえないんですけども、やってるところは登録をしてない PCR センターですね。ここは値段が安い理由というのはですね、試薬を薄めるか、それか5人とか10人一緒に検体をまとめて検査をしています。まあ、そうじゃないとそんな値段にすることは絶対にできないんですね。で、かつ監査が入りませんので、めちゃくちゃ精度の低いところでやってる可能性があります。もう今やこのデルタ株に関しては有識問題ですので、PCR センター2908円とかいう PCR 検査は絶対に受けてはダメだと思います。それから薬局で売っている PCR キット、まあ、これもPCR センターでやってますので精度はめちゃくちゃ低いです。まあ、これはもう私は社会悪だと思うんですね。絶対やってはダメだと思います。こう精度の高い抗原検査で陽性と出たら、ちゃんと医療機関に、PCR の依頼をして、で PCR でも陽性と絶対出ますのでね、その後の指導を保健所 の医療関係者から受けていただくということが大事になります。で、抗原検査の大事なのは陰性と出てもそこまでの精度はありませんので絶対大丈夫ということはないんですね。特に PCR 検査で CT 値30以下の方は出ますが、30以上の方、まあ、イコール症状が出ないとか感染能力の低い方は抗原検査では陽性としては出ないんですね。ですから大手を振って私は抗原検査で陰性だから大丈夫ということでの社会での立ち振る舞いというのはやってはいけないということがすごい大事なポイントになります。ということで、まあ、抗原検査というのは外出をするときに、まあ、非常に
感染させてしまうリスクの高い方を止めるという目的はありますので、これからは外出するときは必ず抗原検査を受けていただくというのが大事になるかと思います。ジョイスバイオという中国製のものを扱ってますけども、これは我々がチェックしてますが、 CT 値30以下の感染能力の非常に高い方は陽性とほぼ出ますので、その点は信憑性があるかなというふうに思います。自宅で15分で唾液で簡単にできるというのがメリットですね。もう値段も非常に安価に今もう出し始めましたので、ぜひ自宅で常備していただきたいなというふうに思います。次に PCR 検査は、今言った通り PCR センターの PCR 検査はもうこの時期においてはやめた方がいいというふうに思います。精度の高い PCR 検査を受けていただき、陽性と出たときにはしっかり保健所の指導を受けていただかないといけないんですけれども、残念ながら保健所が壊れてきてますので、ここはなかなか厳しいところではあるんですけれどもね。はい。で、医師が直接携わって何かあったときに保健所が機能しないんであれば、PCR 陽性と、診断を下した医師にですね、ちゃんと指導を仰げるところが大事になるかと思います。それから自宅待機ということになる可能性が極めて高いです。そうなったときに今あらかじめお守り代わりにということで、イベルメクチンが欲しいという方がすごい激増してます。これネット上でイベルメクチンが販売され始めてるんですね。これ結構偽物が売られているのと、イベルメクチンはですね、ぜひ今日聞いた方は横につなげていただきたいんですけれども、情報発信していただきたいんですが、これは治療薬です。マラリアとか、それからヒゼンダニっていうダニが潰せる非常に強い薬です。これは川名ホテルの、ゴルフ場で取れた放線菌から作られた抗生物質なんですけれども、非常に強い薬なんですね。その分副作用が強いです。でこの薬は予防薬でもなければ、軽症の方に使う薬でもない、中等症以上の新型コロナの方に使えるんじゃないかということで論文が多々出ておりますが、まだ論文上賛否両論です。したがって使うとすれば、病院で中等症以上の方に副作用が出ても大丈夫な状況でしか使ってはなりませんので、クリニックレベルでもイベルメクチンは回ってきていませんということで、ぜひイベルメクチンをお守り代わりにして置いといて、感染したときに保健所からも連絡来ない、陽性といった医者もですね、全然やり方を教えてくれないといったときに、イベルメクチンを内服するというのはめちゃくちゃ危険です。イベルメクチンは絶対に扱わないでいただきたいというところがポイントですね。もし常備薬として置いておくのであれば、菌下生化というエビデンスがしっかりしている、副作用がほぼ心配のない漢方薬で、かつネットワーク薬理学で中等症までの方に関しては薬効が認められている漢方薬を常備薬としてお守り代わりに対して置いていただきたいと思います。それから厚生労働省が認めている薬の中でですね、一番副作用が少なめで割と効果が高いのがですね、デキサメソゾンというステロイドですね。吸入薬はですね、喘息の方なんかも使いますけれども、これが一番安心です。でもし医師からですね、お守り代わりに処方を受けるということであれば、デキサメソゾン、これ一般名称ですね、商品名でいうとデカドロン の錠剤がありますので、これがまだ使えるかなと思います。それから今もうほとんど欠品だらけで入手できないんですが、ビタミン D の製剤、これが副作用がほぼ心配なく非常に効きます。中等症の方にも、我々この勉強会で繰り返し言っておりますけれども、ビタミン D はめちゃくちゃ薬効が強い治療薬です。ということで、お守り代わりにしておくんであれば、菌下生化という漢方薬と、それからデカドロンの錠剤ですね、それからビタミン D 製剤、これはちょっと残念ながら医療機関でも切れちゃってるんですけども、タイミング合えばビタミン D を処方してもらえると思いますので、この3つがおすすめです。で PCR に関しては、極力早く2時間で結果が出せるところを選んでいただきたいと思います。残念ながら今濃厚接触者ということで指定を受けている医療機関もパンクしているものですから、結果がで濃厚接触者の結果が4日後に出るとかいうような悲惨な状況のところがあるんですね。これはまずいです。2時間、できれば最短2時間で出せるところ、遅くとも24時間で出せるところでの PCR 検査を受けていただきたいというふうに思います。次にですね、ワクチンを打ちました、そして抗体を確認していただくというところで、まず簡易抗体検査がありますので、イムノクロマト法で自宅でできる検査を受けていただくというのは一つの手です。ただしこの抗体検査、中和抗体の
抗体検査もイムノクロマトだと精度がちょっと低めなのと、自分でやると失敗することがあるものですから、できれば精密抗体検査ですね。で、精密抗体検査は量だけを測る検査と力化を測る検査があります。で、量だけを測っても実は意味がないというのが最近の論文で分かりましたので、もうやるんであれば力化を測っていただきたいと思います。力化というのは量プラス質です。パワーですね。どのぐらい、ウイルスが新たに入ってきたときにそこに食いついて感染させないようにブロックすることができるかという総合能力です。まあ、これは、まあ、日本でまだ数が少ないんでですね、始まったばっかりで、医療機関でできるところが残念ながら今のところ高輪クリニックだけなんですけども、まもなく一斉に今同意をいろいろ得られてますので、日本全国どこでも受け入れるような形が作れるかと思いますが、メソスケールという機械を使った精密抗体力化定量検査ですね、長ったらしいんですけど、この検査を受けないと意味がないです。まあ、この検査を受けまして何パーセント阻止できるかというところで、抗体ワクチンの打った意味があったかどうかが分かるということですね。まあ、繰り返しですけれども、ここで数値が低い方は3回目のワクチン接種が必要になる可能性があります。ここで 90% 以上一旦ドンと跳ね上がりました。特に 99% いった方に関しましてはですね、記憶細胞というのはすでにたくさんできてますので、記憶細胞というのは時間が経っても絶対に消えません。アレルギー、自己免疫疾患、膠原病の方がどれだけケアをして、症状が消えたとしても治癒という言葉が使えないんですね。なぜならば花粉症の方も、SLE の方もですね、記憶細胞っていうのが残ってて消えないんですよ。ですから完全寛解という言葉しか使えません。ということで、それと同じようにこのワクチンに関しましても、記憶細胞が一旦できますと新型コロナに対しての記憶細胞は消えることがありませんので、一旦できれば3ヶ月後に測って4分の1の抗体力化になったとしても3回目のワクチンの接種は必要ありませんのでね、そこのところはぜひ、ご認識いただければというふうに思います。まあ、抗体力化を調べれるのは ECL エライザ法という検査方法で、機械に関してはメソスケール社の機械のみです。で、この数値が2回目打った後で 90% 以上上がればですね、ここはですね、特に 99% 以上の方であれば、極論ですけど、マスクなしで、感染している方たち、複数の感染している方たちと飲み会をしても感染することがないと言い切ってもいいぐらい守られます。ということです。まあ、ちょっと話が外れますけれども、先々週出た論文でですね、濃厚接触に関しての本当のお話という感じで出たんですが、最も感染している方の、ウイルスがどこにあるかというのが分かってきたんですね。これ冒頭は鼻咽頭とか咽頭、鼻咽腔とか、あと咽頭というふうに言われてたんですが、実は口の中なんです。で、口の中には味蕾にも胸粘膜にもありとあらゆるところにレセプター、 EC2 レセプターというのがありまして、この EC2 レセプターにウイルスがくっつきます。ですからフレッシュな抗体とレセプターとくっついているウイルスというのは口の中が一番多いんです。で、口の中の環境が整っている方は、これくっつきにくいんですよ。ですから常日頃から口の中のケアをして、で、口の環境がいい方は、ある菌がいると、ウイルスが感染しやすいということも分かってます。まあ、これプレボテラっていう菌なんですけどもね、生活習慣病を引き起こす、肥満を引き起こすプレボテラっていう菌は多い方は、新型コロナのウイルスに感染しやすいというか、重症化しやすいんですね。ということで、口の環境が最も実はこの新型コロナと関係しているということが、どんどん論文が重ねられて分かってきました。ですから、新型コロナの感染予防というか、重症化の予防のためにも、常日頃から歯医者さんに積極的に行って、特殊なクリーニングを受ける。そして、口の中の菌は、多様性を持っている方ほど重症化しにくいということも分かりましたので、除菌をした後に口の中の多様性を増やすようなケアを受けるというのが非常に重要だということが分かってきたんですね。で、そんな中、先週の論文でセンセーショナルな治療法が提案されました。口の中の環境を変えるにおいては、まず SSR のクリーニングとタブレットを使った多様性を増やすという治療になるんですけれども、そんなのよりも最も手っ取り早いのは、口の中の環境が完璧に整っている方の唾液、
特にお子さんのバランスが取れている方が多いんですけれども、お子さんのバランスが取れている唾液をですね、そのまま移植をするという治療法、便秘生物移植法ということで、FMT という治療法があります。フィーカリーン、マイクロバイオータ、トランスプランテーション、便をですね、フィーカル、便を、の菌をですね、移植をするという治療法がありますが、その口板ということで、オーラル、口のマイクロバイオータ、菌の移植、トランスプラントということで、OMT 治療が新型コロナの重症リスクのある方を重症リスクを減らすことができるという論文が出ちゃったんですね。健康なお子さんのバランスの取れている唾液を口の中を徹底的に除菌した後に舐めるという強烈な治療法ですね、というところから、要はですね、濃厚接触というのの一番まずい濃厚接触はですね、新型コロナに感染をしている異性とキスをすることだということを結論付けれるような、論文が出てきちゃってるんですね。これをですね、なかなか有識者が、有識者まだ知らないと思うんですけれども、テレビで言うことはできないかもしれないんですけどね、家庭内感染が最も多い、そんな中でも感染した、ご主人、奥さんとキスをすることが一番のこれ、リスキーな行為だと、いうこと、ここはですね、少人数の会なんで思いっきり言えると思うんですけど、ここが一番危ない、これこそが濃厚接触なんですね。幹部同士の接触よりもキス、接吻が今危ないと、いうことなんです。逆にものすごいバランスの取れている異性とキスをするということは重症化リスクのある方が救われるということにもなる、ということにもなるんですけどね、ということです。一つ、これは内藤トークとして広げていただければと思います。でワクチン接種に関してはまたこれも論文で分かってきたのが、結論から言うとモデルナのワクチンはファイザーよりもだいぶ優秀なんですね。ことデルタ株に関してはですね、これ数値ちょっと出し忘れましたけれども、2回ワクチン、ファイザーワクチンの終わった方も平均ですよ、抗体理科がしっかりしている方はファイザー打ってもできている方はこれ関係ない話なんですけれども、なんとデルタ株に関しての、発症リスクに関しては 44% もファイザーよりもモデルナの方が優秀なんですね。でファイザーで2回打った方の平均はですね、50% 弱ということで、デルタ株に関しては発症阻止をですねあんまりできないというワクチンだということが分かってしまいました。で一方デルタ株に関してはその 44% も高いということで、有効率自体はこれは一斉にワクチンを打った方と打ってない方で、どう違うかという出し方なのですから、ものすごく実践的な感染予防、それから発症予防、重症化阻止の数値に関してはいずれもかなり差をつけてモデルナの方が優秀です。それから、ワクチンを打った後に2週間以内に死んでる亡くなっている方の数が1000人を超えていますけれども、これは分かりません。因果関係は、ついていないということと、自然死 の、 2週間単位での数からすると圧倒的にワクチン接種者の方が少ないんですね、自然死よりも。これは当然だと思うんですが、元気に歩いて接種会場まで行ける方しかワクチン打ってませんのでね、もう亡くなりそうだっていう方はワクチン打ちませんので、当然の数字なんですけれども、純粋にそのあれをバイアスなしにして言うと、ワクチン接種は全然死亡率を上げることにはならないということにはなりますが、1000人以上亡くなっている方のほとんどがですね、ファイザーワクチンなんですね。でこれも基本的には65歳以上の方というのは、ほぼ全員ファイザーワクチンを打ちましたので、打ってる年齢層が違うということで片付けられる話かなということで、いずれにしましても、リスクに関してもファイザーワクチンの方がモデルナワクチンよりもアナフィラキシーショックの出方もですね、結構8倍ぐらい違うんですね。総じてファイザーワクチンの方が安全と言えるかなという論文が出てます。ただ今日の朝我々もだいぶ、冷や汗かいておりますが、混ぜ物というか異物混入というのがありました。3つのロットであったんですが、
宝クリニックでも今までもうすでに1万5000人ほど、打たさせていただいておりますけど、200人分のところにそれが入っておりまして、まあ、ただ混入物はですね、あるものはもうちゃんと目視で絶対見えるんで、まあ、ロットは同じですけれども、まあ、我々必ず目視で引いているということと、中に入っている、その注射の中のワクチンに関しては確実に中見ながら打ってますので、まあ、その点の心配はないということと、まあ、あとはファイザー製薬が発信しているんですけども、その混入物があったワクチンを打った方で、有害事象が今のところは全く報告されないということなのですから、まあ、とりあえず大丈夫かなと思いますが、混入物の入ってないモデルナワクチンはファイザーよりも優秀だということは間違いないというふうに思います。まあ、とにかく唯一怖いのはワクチン接種での副反応での一番怖いのはアナフィラキシーショックです。ただアナフィラキシーショックに関しては抗ヒスタミン剤、特にタリオンという薬を飲むことによって、かなりの高確率に阻止することができるということも分かっておりますので、リスクを感じる方、あるいは1回目にちょっと危ない方に関しては2回目打つ1時間前にこの薬を飲んで、それからワクチンを打っていただくということで逃れるかなということですね。で、最後にこれはぜひ今日お聞きいただいた方はですね、YouTube の方にも載っけておりますので、横の方にぜひ伝えていただきたいと思います。まあ、ワクチン打った方も打ってない方も、中和抗体を持っている方も持ってない方も、もう全国民がですね、これをやっていただきたいと思います。EBP、エビデンスベースドプリベンションです。論文にも乗っかっていて、非常に高い点数のインパクトファクターイコール、証拠が完全に固まっている予防および重症化阻止イコール治療ですよね。として謳われていることのみを、今日も挙げております。今の時期、1日20分の日光浴で圧倒的にそれをやってない方よりも、感染予防およびそして重症化の阻止ができます。治療効果さえも出ます。感染した後でもですね、高熱がなければ日光浴は続けていただきたいというふうに思います。それから食材に関してはビタミン D を含んでいる、特にキノコ、シラス、鮭、まあ、それから成分で効くニンニク、ウコンですね、それから生姜、ブロッコリー、玉ねぎ、といった食材、これをふんだんに食べていただきたいというふうに思います。感染した後も高濃度のキノコ、特に黒キクラゲあたりは頻繁に食べていただきたいと思うんですね。で、飲み物に関しては緑茶です。これは治療効果です。濃度の濃い緑茶で水分補給をしていただきたいですね。濃度の濃い紅茶で水分補給をしていただきたいと思います。で、ウーロン茶とスイカズラ、このスイカズラのエクソソーム、これが治療効果をもたらせます。そして、温熱治療ですね。サウナは圧倒的に予防効果を出します。で、温熱治療も非常に効果があるという論文がもうすでに出ております。で、ビタミンの D が一番大事なんですが、C と E とか亜鉛とかセレンとかマグネシウムですね。といったあたりが非常にいいです。まあ、エキナシアとかモリンガとかノニジュースとかですね。まあ、あと、ミキプルンなんかも、非常にエビデンスの高いビタミン、ミネラルを豊富に含んでますので、ぜひおすすめです。それからハーブとしては先進伝とかアシュアガンダというのがすごい数の論文が出てるんですね。まあ、インド産のハーブです。それから漢方薬に関しては三方三薬ということで、聖杯拝読と金華聖火、まあ、日本で すぐ入手できるとすると従前大砲糖と補充液と、ここら辺が、まあ、見事な論文が多々出ているということですね。まあ、それからウコン、有機野菜、まあ、ポリフェノール、フェノールですね、といったあたり、まあ、それから運動に関しても週2回は新型コロナの予防に、圧倒的にしてない方よりも感染しにくくなります。週に2回30分の運動をしていただくだけで全然違います。まあ、それから特に朝太陽日光浴をするということ、あとエンピシンなんかで睡眠の質を上げるというのも、これも論文に出てるんですね。それから呼吸法、まあ、自然免疫を高めるには1から6、8番を、そして獲得免疫を高めるにおいては今やもう、まあ、EBP ではないんですけれども、ワクチン接種というのは自然療法とともに推奨されなければいけない、必須のものに なってしまったということですね。日本においてはすでに4割弱が打たれてますので、急いで7割強にするためにも20代30代の方にもですね、まあ、自分のものすごい低い打率の副反応を恐れずにですね、家族を、そして全国民を、社会を救うためにも、ワクチンを、まあ、もう嫌だなと思っている方、反対派の方もですね、ここは一つ、対ワクチン、世のため、人のためのワクチンと
という感覚を持ってワクチンをぜひ打っていただきたいと思いますし、今日お聞きの方もですね、反対派の方もいるかと思いますが、ここはですね、どう考えてもバランスよく考えると、今はワクチンを打たないとまずいです。そこをですね、ぜひ理解しなくてもいいですから、大義と思って、世のため、人のためと思ってワクチンは打ってない方は打っていただきたいなというふうに思います。まあ、感染症の、対策の一番大事な最後にポイントとして、ワクチンを打った後にですね、抗体力化を調べていただくということをしていただきたいと思います。採血はですね、これは医療関係者に頼まないとダメですけれども、採取して、黄緑色の結晶を集めるスピッツで、常温で送っても3日間は同じ結果が出るということを我々検証しましたので、これを宮古島で採取して東京に送っていただいても大丈夫ですので、ぜひ、我々のネットワークだけでは無理であれば、地方の方はですね、お知り合い の医者にですね、採血してもらって、そしてうちのラボに送っていただくというのをやっていただければと思います。今やっているメソスケールの中和抗体力化測定というのは世界基準で、唯一の世界基準で採用されております。もうエビデンスはバリッバリにありますので、この話をするとまず懐疑的になっているのは頭のものすごく固い医者なんですよね。エビデンスを出せ出せ、でエビデンス英文で出すと意味が分からないって、ちゃんと基礎医学を知ってからエビデンス出せと言えよと言いたくなるんですけどね、もう完璧なエビデンスのある検査方法ですので、これをですね、ぜひ地方の方も受けていただきたいなというふうに思います。で、見事にやっぱりワクチン未接種の方は抗体がありません、もうまずありません。それからワクチンを1回打ってコロナ陽性になった方は2回打ったのに匹敵するというふうに言われてますけれども、残念ながらことデルタ株に関しては、この方はマックス出た方ですね、陽性で1回出た方でも 70% ぐらいがマックスなんですよ。ですからちょっと足りないんです、70% ぐらいでまず感染することはないと言われてはいますけれども、ちょっと足りないということで、1回感染して陽性になった方もできればワクチンは2回打っていただいた方が、中和抗体 90% 以上にいくということは間違いありません。それからワクチン打った1回打っただけでは大体平均して 10% 台なんですね。これでは記憶細胞も少ないので、身を守ることはできませんし、体の中で逆に変異株を作ってしまう可能性がありますので、1回打ったら終わりという方もまれにいるんですけども、それはやめていただいた方がいいかなという感じですね。で、 99.98% 武漢株、デルタ株 99.97%、 こうなればですね、安心です。で、メッセンジャー RNA ワクチンというのは新しいワクチンだから信用を受けないというふうに言っている方は、この完全に間違ってまして、実はその基礎はですね、1980年代から開発されておりました。で、実はもう2年ほど前から、このメッセンジャー RNA ワクチンで、がんを消せる流れが今、でき始めてるんですね。がんワクチンにメッセンジャー RNA ワクチンの開発がすごい勢いで進んでました。で、これはもう臨床試験まで乗っかっていたんですけども、急遽完成間際のところで、新型コロナが出ましたというところで、ファイザーの研究が一斉にですね、この新型コロナワクチンに移行したんです。ですから、ベースのラインはもうすでにもともとあったということと、このメッセンジャー RNA ワクチンでですね、すごいのは、今までのワクチンというのは全て不活化ワクチンです。その病原体自体を活性を落として毒性を消したところで、それを投与するというやり方だったんですけども、これですと、免疫の中の2つの細胞、T 細胞と B 細胞の中のこの B 細胞しか刺激することができなかったんですね。ですから抗体をこれ作ることはできるんですけれども、 T 細胞が一切活性化されないということで、インフルエンザワクチンの有効性って頑張っても 60% なんですね。その理由というのは、この T 細胞を活性化することができなかったからなんですけれども、新型コロナワクチンはですね、メッセンジャー RNA ワクチンはこっちの B 細胞で抗体をたくさん作るんですが、それと同時に T 細胞も刺激するんですね。だから有効率 94-95% なんていう驚異的な数字を出せているんだということが分かっているということなんです。で、今この59歳男性、これ私の数字なんですが、私はですね、 B 細胞の活性のおかげで 99.97% デルタ株潰せましたので、絶対マスクなしで、ね、感染している方と話をしても感染しません。で、さらにですね、まかに間違って1000個のウイルスのうちの3つがIC2 レセプターにくっついたとしても、 T 細胞のおかげであっという間にキラー T 細胞が、いろんな、サイトカイン系の物質とか炎症性の、
メディエーターをぶつけることによって、この感染した細胞をぶっ潰しちゃうんですね。ですから、ちょっと感染しても全然怖くないというのもメッセンジャー RNA ワクチンのおかげということなんです。まあ、そこら辺の基準も全部つまびらかにした上で、ワクチンの、疫学調査からも今回のメッセンジャー RNA ワクチンに関しては、もうこれ世の中にもう出るしかないということですね。特に日本はロックダウンをすることが法的にもできませんので、もう委ねられるのはワクチンしかないということですね。まあ、自粛といっても今までのやり方からしてですね、もう自粛ってのは無理ですから、オリンピックをやっておいて政府が言っても説得力がないというところからももう絶対無理です。で、諸外国がオープンにしてしまって、これワクチンをガンガンに接種できたからオープンにしてるんですが、日本人勘違いして、まあ、アメリカ、イギリス、イスラエルがやってるんだったらいいじゃんという感じで、かつオリンピックがこれ潜在意識も動かして、若者たちをあの夜の世界にですね、飛び出させてしまっている、しかもワクチン打たずにですね、これがまずいです。それから年配の方、これ私の母はですね、2回打ったんですけど、デルタ株の阻止率 25% なんですね。で、93歳の父親 40% です、ということで、まあ、これですと記憶細胞も少ないということで、まあ、やはりこういう方たちに対しては3回目のワクチン接種が必要になってくるんですね。おそらく10月以降、日本でもアメリカと同様に許認可が出ると思いますので、まあ、そうなったら1日も早く打ってほしいと、まあ、両親も願っておりますので、3回目を打つと、おととい出た論文でですね、こういう方もですね、3倍に抗体力が上がるんですね。おそらく両親とも3回目のワクチン接種すると 90% 乗っかってくると考えられるデータが出ております。といったあたりが、まあ、正義な世の中になってきているかなというふうに思います。まあ、今、WHO が懸念している VOC、まあ、感染伝播性の増加とか、毒力が増大するとか、ワクチンが効かなくなっているといったあたりを懸念される変異株としていますけれども、まあ、今、WHO はですね、5つ指定しているんですね。まだラムダ株は入っておりませんけれども、まあ、5つの変異株に対しての抗体力化のパーセンテージの数字をですね、メソスケールの機械で出すことができますので、まあ、ぜひ、今日お聞きの皆さんでもうワクチンをすでに打ち終わったという方は、採血していただいてその抗体力学をぜひ調べていただきたいと思います。まあ、費用は8800円かかりますけれども、ご希望があれば、新型コロナかかりやすさの遺伝子検査とか、あとうちの12種類の基本的な健康づくりをするための和合健康ドックは無料でやっておりますので、ぜひ今日聴講していただいて、まで受けていらっしゃらない方は、お申し込みいただければと思います。それから皆さんの周りの方もですね、ご希望の方はですね、今日聞いていない方も、この検査抗体、精密抗体力化検査ですね、まあ、めちゃくちゃ長いんですけれども、この検査をぜひ受けていただければというふうに思います。アルファ、ベータ、ガンマとデルタ、もう一個あったんですよ。5つの変異株、それからこの WHO が指定していない5つの従来株に関しても計測を入れます。10種類の変異株に関して計測をいたします。で、ラムダ株だけまだ間に合っていないんですが、まあ、日本でラムダ株に感染する方が増えたときには、それも検査の項目の中に入れていく予定です。まあ、おそらく、この分子生命科学者から言わせると、ラムダ株はですね、デルタ株よりも毒性が少ないんですね。それから感染能力が低いということで、最も流行するのは一番、この感染能力が高く毒性の高い株なもんですから、まあ、しばらくはこのデルタ株で来るんじゃないかなというふうに言われております。まあ、あと将来的なことをもう考えてもしょうがないんで、もうとにかく今できることをするしかないということなんですが、まあ、ここから先あと2つぐらい株が変異してしまうと、今のこのワクチンも効かなくなる可能性がある。まあ、ただしメッセンジャー RNA ワクチンの強いところはですね、だいたい2ヶ月かかる時間があると、その変異株に対しても対応できるワクチンを作ってくる能力があるというところが強みかなというふうには思いますけれどね。まあ、日本でのこの状態をなんとか一日も早く回避するためにも、今取れる手立ては、まあ、ワクチン反対派の私が、これだけ強く言うのもおかしな話ではありますが、ワクチンしかないかなという状況に、なっちゃっております。はい。まあ、でもEBP ですね、エビデンスベースとプリベンションに関しては、これはもう全員がもう即座に実践できる話ですので、まあ、ここをやっていただくというところも、非常に重要かなというふうに思います。以上、一
1時間お話しさせていただきましたので、以上にしたいと思います。まあ、本日もちょっと時間の関係で、ご質問に関しては、事務局の方に問い合わせていただければ、もれなく、全回答させていただきたいと思います。まあ、最近よくあるのは、とにかくワクチンでどのぐらいで減るのかというお話がありますが、個人差めちゃくちゃ大きいです。で、冒頭の繰り返しですけども、藤田医科大学が3ヶ月で4分の1に減っちゃいました、みんなパニックですっていうニュースを流しましたが、あれはナンセンスで、もともと抗体力が低い方、記憶細胞の低い方が4分の1に減ったんである、これは有意識の問題なんですが、どんと一貫上がった方に関しては、下がっても全然心配ないのでね、このところの誤解がないようにした方がいいかなというふうに思います。あと、副反応どうなんだといったあたりも今日回答させていただきました。熱が出るとか、まあ、それから腕が痛くなるとか、モデルナームっていうのは全然怖くないです。なんでインフルエンザウイルスで、こんなに熱が出ることはないのに、副反応怖くないと言えるかということなんですが、今回のメッセンジャー RNA っていうのは B 細胞を動かして抗体を作ると同時に T 細胞も刺激するんですね。でその分免疫が強化されるとサイトカインっていうのが炎症性のサイトカインがブワッと一旦出ます。これが熱を上げるんですね。ですから B も T も刺激しているから出てくる実は発熱とか腕の痛みというのは主反応の一つだということを、まあ、専門家は言っております。ですから反応が出る方が実はいいんだということですね。まあ、ここに対してはカロナールを内服していただいて抑えるということは抗体力化を下げることにはならないということですので、まあ、熱がちょっと出たら積極的に解熱剤を飲むというのはありだというふうに思います。ただ割と渡されているカロナールの量がですね少ない量で、まあ、薬っていうのは漢方薬と違ってある一定以上の濃度がないと量がないと効かないんですよね。オーラナッシングの世界ですから、もしカロナールを解熱目的で飲むんであれば、50キロの体重の方であれば2錠ですね、 600mg は飲んでいただきたいと思います。それから80キロ以上の方に関してはこれは 900mg飲まないと、しばらくの間、熱が下がりませんので、なんか飲んでも飲んでも、2時間はいいんだけど、また熱が出ちゃって飲み続けてますっていうよりも、きれいよくドンと飲んで、しばらく熱を下げて、体を休ませて、ゆっくり寝て、自然治癒力を元に戻すということの方が、飲み方としては正解なんですね。飲むときにはドンと飲むと、やるときには2回ワクチンを接種するのと、同じような考え方ですね。まあ、とかく私を含めた自然療法が好きな方というのは、まあ、薬を飲むにしてもちょっとにしておきたいなという感覚が出ますが、飲むんであれば腹くくって飲むというのが正解かというふうに思います。以上です。じゃあ田中太郎さん、今日も、ね、それを総評をいただけますでしょうか。はい、影山先生どうもありがとうございました。今日の中でですね、ちょっとポイントだけもう一度、若い人、20代ですかね、20代、10代の方がワクチンを打たれてないとですね、後遺症が残る確率、打たれ率が非常に高いということですので、若い方たちもですね、ここでワクチンを打っていただきたいと思います。まあ、イギリスの話も出てましたけども、おじいちゃん、おばあちゃんたちが、若い人を打ってくれないとおじいちゃんおばあちゃんたちが困っちゃうよっていう話でしたね。それからイベルメクチンはやっぱり慎重にということの話が出てました。カワナホテルのね、あそこのゴルフ場から出てるということなんですけども、そういうことですので、イベルメクチン私の方にもどんどん来てますけど、やっぱり慎重にということです。それから最後の方に先生からモデルナワクチンの今朝の報告がございましたけど、ですね、先生これちょっといいですかね。日経新聞の日経ニュースにですね、ロット番号が3つ出てます。これちょっと申し上げますね。3004667、これが57万回分、それから3004734ですね、後ろ3桁、これが52万回分、それからもう一つが3004956、これが54万回分、合わせて160万人弱ですかね、ということで日経のニュースで流れておりました。まあ先ほど先生申し上げて、一部ちょっと佐川のクリニックの中にもいらっしゃるようですが、全く問題、今のところ報告がされてないということですので、
もしそのロット番号に該当することがありましたら、事務局の方にもまたお連絡いただきたいと思います。それから先生、先ほどの中和クォーターのこれ、日にち依頼の方、何日ぐらいで出て結果、10日ぐらいです。10日ほどで、結果が分かるそうですので、エレザーのですね、精密検査を、抗体検査を受けられることをお勧めします。それからこれちょっとですね、打測なんですが、私のマンションにですね、昨日救急車、それから3日前、4日前ですかね、もう救急車、夕方6時過ぎ頃来たんですね。これがですね、驚いたことに、救急車のサイレン鳴らしてこないんですよ。多分近くまでは鳴らしてくるんだろうと思うんですが、でもちろん入り口にストレッチャー入ってまして、昨日は酸素のこういう大きい機械までですね、エレベーターの前まで持ってこられて、ちょっとですね、なんかどこの部屋か分かんないんですけど、まあコロナのことがあるので、どこか近くまで行ったら、まあサイレンを鳴らさないようにという指示が出てるのかどうか分かりませんが、2回とも救急車のサイレンの音は聞こえませんでした。たまたま1階に降りたら救急車が止まってて、何ですか、赤のあれは点滅はしてるんですけどね、サイレンは鳴らしてません。まあそんなことでね、ちょっと異常な状態にもなってるのかもしれませんが、まあそんなことでね、今も出てますけども、日光浴、それから食材、飲み物等、しっかりしてですね、自己免疫力を上げていただきたいと思います。それからサウナもいいということで、ありましたけど、サウナもどんどん行かれてください。はい、それでは今日は先生どうもありがとうございました。失礼します。皆さんに拡散してくださいね。はい、失礼します。保健所に強烈にアピール、強烈になってる。カーブ出てるわ。しょうがなしてるのに、なかなか。